はい、先ほどの続きで、今から環七の西新井大師前から、本木新道を走ったんですけど、これから七曲がり走りたいと思います。今から行ってきます。ちょっと七曲がりっていうところですね。これも昔の通りなんでくねくねしてます。どこまで行くのか、七曲がり。ここはちょっと道との遭遇じゃないですけども、この前もちょっと一回ですね、あの車の動画でちらっと走ったと思いますけども、今度はちょっと視点が違うので、またちょっと懐かしんでいただければと思います。車幅が狭いからね、ここ真面目に。七曲がりって通りですね。以降の方まで続いてるんで、まあ行けるところまで行きたいと思いますよ。栗原一体交差、七曲がり通りですね。伝統のある通りみたいですよ。歴史のある。いろいろ走ってきたんで疲れてきたな。ちょっと疲れてきました。もう年なんで。七曲がりの通りを走っております。七曲がりか。
ちは本木新道と違って、本木新道は商店街だからね、ちょっとざわざわざわざしてるけど、ここは商店街じゃない、住宅地というか、宅地なんで、走りに関してはもう大丈夫ですね。車も路中もないし、人もざわざわしないんで。でもいかんせん、なんかめちゃくちゃくねくねしますね。くね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 、斜め曲がり。斜曲がりのゴールはここなのかな、ちょっとわかんないんで、ちょっと先行ってみたい。まだ続いてますね。こっちも斜曲がりみたいだな。あからさまにあれだからな、斜め
曲がり、もうちょっとでゴールだと思いますけども、七曲がりすごいな、こんな曲がってんだよ。ここすみません皆さん、七曲がりっていう通りでここ良かったですかね。ちょっと心配になってください。どこにもちょっと七曲がりって書いてないんで。違うかな。違うかな。まあ。西以降に4丁目までお送りしました。七曲がりの終点じゃないと思いますんで、ちょっとご了承ください。どうもありがとうございました。